めっけたで、キリュウちゃん。何？大したもんやな。どうした？
なんや。行き見すぎ。あまあまや。え？つまらんの。おもろいな。大したもんやな。ほな。行くで。なんや。力みすぎだぜ。大したもんやな。はっ。なんや。力みすぎだぜ。なんや。力みすぎだぜ。なんや。
さすがや。またな、キルちゃん。おもろいな。ちょっとお前
です。ちょっとお前、いらっしゃいませ。ゆいです。よろしくね。桐生一馬だ。あは。ああ。何か飲みます？今日はお仕事だったの？いや。へえ、そうなんだ。お仕事を辞めちゃったの？うっそ、マジで？何やっちゃったの？おいおい、自分から振っといてそれはないでしょ。これ実は聞いてほしいパターンじゃないの？ああ、絶対恥ずかしいやつだ。痴漢とか下着泥とかそういうの。でもそれじゃ桐生さんとなら安心してお酒飲めるかも。ん？だって働いてなかったら高いお酒じゃんじゃん入れたりしないでしょ。お金のこと気にせずにまったり楽しめそう。それはそうだけど、その分面倒なことも多いのよね。つまり高いお酒を頼む人はその分見返りも要求してくるというか。
アフターくらいならまだしも、その先とか。なるほど。そういうことあっても笑顔でさらっと交わして、もっと高いお酒注文させる子とかいるけど、よく心が痛まないなって思うの。でもその気にさせておいて後で断ると面倒なことになっちゃいそうじゃない？だから私は初めからいくら貢いでもお客さんには絶対惚れませんっていうことにしてるの。でしょ？まあそういう風に営業仕掛けてるキャバ嬢の方も悪いんだけどね。私はそういうことしてまで自分の順位上げたいとは思わないのよね。それじゃあ、どうぞどうぞ。やっぱり楽しくお酒が飲めるのが一番よね。最近ね、何か習い事始めようかなって思ってるの。他の子を見てて思ったんだけど、やっぱり昼の仕事を持ってる子の方がお客さんとの会話が弾む気がするの。その点、私はお水の経験しかないから、お客さんに聞いた知識くらいしかなくて、そんなに話広がらないんだよね。そうなのよ。それで習い事なら自分のペースで進められるし、途中でやめても誰にも迷惑かからないかなって。なるほど。それが悩んでるんだよね。いざ調べてみるとたくさんあって、何かおすすめあったら教えて。どうだ？定番だね。私もそれ考えた。でもさ、キャバでお客さんと話をするのに料理の話で盛り上がるかな？なんだ。じゃあ前向きに考えとこ。教えてくれてありがとうね、キリュウさん。妹がね、整形するって言い出してさ、それでちょっと困ったことになっちゃって。おいおい、やだ桐生さん、なんか勘違いしてない？整形って言ってもプチ整形よ。まぶたを一重から二重にするとか、そんな程度。え？もっとすごい子になるとほっぺたとか顎を削ったりするみたいだけど、さすがにそこまではしないから。あ、そうそう、それでね、そのことを知った親が激怒しちゃって、整形なんて絶対ダメって、あんたからもやめるように言いなさいって私まで巻き込まれちゃって。
さすが桐生さん、話がわかる。なんか整形って言葉に過敏すぎる気がするのよね。別に少しくらいしてたっていいじゃないね。えそうだな。ああ、私もタトゥーはさすがにダメって言うかも。確か温泉やプールにも行けなくなるって言うし。うん。え？なんか言った？いや。いや。ありがとうございます。桐生さん本当？いらっしゃいませ。あは。何頼みます？頼む。はーい、こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。ああ、やっぱり桐生さん相手だと落ち着く。今日も私を口説く気満々のお客さんばっかりで、相手してたら疲れちゃって。ないない、別にこっちは彼氏が欲しくてキャバ嬢やってるわけじゃないんだから。ボーイと付き合ってる子もいるしね。まあ社内恋愛禁止だから内緒だけど、とにかく彼氏がいてもいなくても基本的にお客さんに口説かれて嬉しい子はあんまりいないと思うんだよね。そうだな。でも男の人だったら喜ぶんじゃないの？見知らぬ女の子に告白されたらドキッとしない？どっちよもう。でもちゃんと女の子の気持ちを考えてくれる分、桐生さんは優しいな。あ、それで思い出した。実は私の妹もキャバやってるんだけどね、なんか最近客と付き合いだしたみたいなの。変な男に引っかかってなければいいんだけど。でもそれでもし結婚とかまで行っちゃったら、結婚式でなんて言うの？キャバで出会いました
っていうわけ？尺を割って、そこまで堂々とすれば確かにありかもね。ま、でもキャバで働いてること両親には内緒にしてるから、やっぱり言い方は考えないとね。今度ね、高校の同窓会があるんだ。おお。そうなんだけど、年々参加者が減ってきててね、ここ何年かは割と同じメンツしか集まらなくて。ねえねえ、キリュウさんは同窓会に参加しない人ってどう思う？楽しくないってどうしてそう思うの？そっか、キリュウさんでもそうなんだ。ちょっと安心した。実はね、今度の同窓会、私は欠席しようかなって思ってて。なるほど。なんかね、仲良かった子は割と結婚してるし、男子も仕事が調子いいみたいで、なんていうか、みんな充実してるのよね。それに比べて私は特に話すことないから、最近は行ってもあんまり楽しくなかったんだよね。そうする。今はちょっとお休みしよう。この前別のお客さんから突然プレゼントをもらったの。ん？それがね、ちょっと趣味の悪いネックレス。サプライズみたいな感じだったから、とりあえず喜んでおいたけど、うーんって感じ。前に私が高い注文とかしなくていいからねって言ったのを勘違いしちゃったみたいで、物が欲しいわけじゃないのに。それが一番迷惑なんだけど、せめて買ってあげるから一緒に行こうよって誘って本人に選ばせるとかあるじゃない？お？キリュウさん意外と知ってるね。だって違うお客さんが来るたびにプレゼントでもらったアクセサリーをコロコロ付け替えるわけにもいかないじゃない？全員から同じものをもらっておけば、みんな俺があげたやつだってなるもんね。ちょっと待て。どこ行っちゃうんだろうね。いや、ありがとうございます。
気流さん。いらっしゃいませ。さすがや、せや。またな、キルちゃん。あまあまや。何しよう。うん。
いらっしゃいませ。あは。何か飲みます？頼む。こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。はあ、なんだ。今日もまた口説かれまくっちゃって、そういうのが嫌でそっけないふりしてるのに、どうしたら諦めてくれるのかな。言った言った、あんたのことなんて全然好きじゃないって。それなのに全然めげないんだもん。だよね。お客さんだからってこっちが強く出られないと思って調子に乗らないでほしいよ。どうだ。そうする。売り上げ落ちることになるけど、仕事を続けられなくなるよりはマシだよね。ああ。大体さ、男の人ってよく簡単に可愛いとか好きだよとか言えるよね。恥ずかしいこと言ってるって自覚ないのかな。私は無理。例えば盛り上げるためだとしても、お客さん相手に好きなんて絶対言えない。どうだ。ちょ、いきなり何言い出すの、桐生さん。いきなりそんな言葉連呼しないでよ。びっくりするじゃない。もうからかわないでってば。そんなこと言われたら勘違いするじゃない。最近出勤前にペットショップによく寄るの。すっごい可愛いトイプーがいるんだ。ん？今悩んでるとこなの。見てるだけでこんなに癒されるんだから、一緒にいたらもっと癒されるんだろうなって。でもいざ飼うとなったら世話とか必要じゃない？それなりに覚悟がいるというか。そうだな。だから踏み切れないのよ。どうしたらいいかな。
そうなんだよね。明日お店に行っていなくなってたら、これから先何を癒しにすればいいんだろう。そうかも。一匹ならきっとなんとかなるよね。妹にも相談してみよう。そういえばネットの掲示板に私の悪口が書かれてあるのを見つけちゃったの。何？なんかね、お店ごとに感想を書くページがあって、そこの誰それが良かった悪かったって誰でも好きなこと書けるの。それでね、私のことも書かれてたの。なんて書いてあったと思う？いいから、ちょっと考えてみてよ。ひょっとして。え、何？桐生さん、そう思ってるわけ？いや、そりゃ写真と違うとかそれくらいのことはよくあるけどね。正直ルックスの好みなんて人それぞれだからね。顔を悪く言われてもあんまり気にならないな。あ、いいのいいの、桐生さんはそう思わないんだって分かったから、私も気にしないことにする。いや、ありがとうございます。キリュウさん。ああ。あは。いらっしゃいませ。あは。何頼みます？頼む。はい、こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。ねえねえ、桐生さん、この前妹の彼氏の話をしたの覚えてる？ああ。そうそう、それでね、どんなとこか気になるから今度私にも紹介してよって言ったの。そしたらね、なんと店の外でデートしたことがまだ一度もないんだって。何？そうみたい。違うの、妹の方からデートしようって誘っても相手の男が絶対に外で会おうとしないのよ。そんなのってありえる？でしょ？
もうその時点でアウトな気配がピンピンしてるの。絶対やめといた方がいいと思う。それが妹にも理由を言わないみたいなの。それでね、私実は相手の男妻子持ちなんじゃないかって思うの。それなら外で会いたがらないのも納得じゃない？なるほど。もしそうなら不倫ってことになるし、絶対ろくなことにならないからさっさと別れた方がいいと思うのよね。だよね。キリュウさんが男の方をかばったりしたらどうしようかと思っちゃった。そうだね。既婚者でもそれくらいの野心はあってもいいよね。それにしても、私のことを口説いてくる人もひょっとしたら奥さんいるのかな。なんかますます嫌になってきた。ねえねえ、うちの店の名刺、写真ついてるでしょ？ああ。今度、新しく写真撮り直すらしくてさ。私、スタジオで写真撮られるのがすごい苦手なんだよね。ん？作り笑いが苦手っていうか、よく笑顔が硬いって怒られるの。それで前の写真も何百枚も撮られた中で奇跡的に撮れた一枚なのよ。だからまたあの地獄の撮影があるかと思うと今から憂鬱なのよね。どうだ？え？どういうこと？それいい！無理して不細工な笑顔になるより、そっちの方がよっぽど私らしいかも。ありがとう、キリュウさん。ちょっと自信出てきた。あのね、ちょっと前に新人の子が入ってきたんだけど、なんと18歳なの。なんだと？全然 OK。 その代わりお酒は飲めないけどね。なるほど。そう思うでしょ？でもお酒を飲まなきゃいいだけだから、ガンガン注文をもらうのよね。え？例えばお酒を入れてもらっても、中身はただのソフトドリンクにするとか。
ひょっとして。え、私？さあ、どっちだと思う？単にお酒に強いだけかもよ。私と勝負してみる？マジで？ケリュウさん乗り。それじゃ、今日はジャンジャンのも。いや。ありがとうございます。キリュウさん。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。何か飲みます？頼む。はい、こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。ケリュウさんってこっちの人だよね。仕事で転勤したりすることってないの？常連のお客さんでね、よく来てくれてる人がいたんだけど、本社の方に戻るからもう来られないんだって。その人のことずっと東京の人だと思ってたからすごくびっくりしちゃって。なるほど。だからね、ケリュウさんもいつかどこかに行っちゃったりするのかなって思って。そうだよね。私も自分が東京で働くことになるなんて子供の頃は思ってもいなかったし。そうだな。キリュウさんはいいこと言うな。じゃあ私もあんまり深く考えないことにしよう。そういう夢みたいなのがあればきっと頑張って営業して指名も稼ごうとかって気になるのかもしれないけど、指名もらって常連さんと仲良くなるのに目標のお金稼いだらさっさと店辞めて別れちゃうなんて寂しいじゃない？そうそう、だから別れるのが寂しい人ほど惚れないようにしなきゃ。そうなのかな。ああ、そっか、私もう惚れてたんだ。なんだ、そうだったんだ。なんだ。ないしょ。DVD 見てたからかな。何？うん、レンタルでね、超泣ける映画借りたの。そしたらもうボロボロ涙出ちゃって。なんかいろんな人がいてね、みんな悩んでるんだけど、結局最後よかったねってなるの。私は最後の方すんごい泣いてたんだけど、一緒に見てた妹はふーんって感じなの。だからあんたにはまだ早かったのねって言ったら、お姉ちゃんが歳なだけでしょって。ケリュウさんどう思う？そうだな。ケリュウさんもそうなの？ああ。なんかそういうこと言えるのが大人。
それじゃやっぱり泣くことって恥ずかしいことじゃないよね。今日は焦ったわ。遅刻ギリギリ。そうなの、ひどいとただ働きになっちゃうから絶対遅刻しないようにしてるの。それがね、美容院の予約に遅れそうだったから超ダッシュしてたらヒールが壊れちゃって、それで代わりの靴を買いに行ってたのよ。そしたら美容院もなんかすっごい混んでて、予約したのに待たされるとか超最悪。なるほど。そうなのよね、なんかそろそろ桐生さんが来てくれそうって気がしてたからお店に超急いじゃって。え？え？いや、それはせっかく来てくれたのに指名の子がいなかったらがっかりさせちゃうでしょ。それでよ。待ってるからね。いや、ありがとうございます。キリュウさん、ねえ。いらっしゃいませ。行くぜ。
いらっしゃいませ。成績が落ちてきてて、もっとしっかり営業しろって店長から怒られちゃったの。それでなんだけど、
キリュウさん、お願いがあるの。なんだ。今度私と同伴してほしいの。え？そうそう、お店からノルマにされちゃって、月に何回か誰かと同伴しないと罰金払わされちゃうの。それはそうだけど、他のお客さんにはこんなこと頼めないし。え？だって勘違いされたら困るじゃない。あくまでも仕方なくデートしたいだけなんだし。なんだと？違うから困るし、勘違いしちゃダメだからね。あくまでもこれはノルマなんだから。そうそう、同伴すると同伴料とかでちょっとチャージ増えちゃうけど、それくらいはいいよね。あ、実はね、それについてはもう考えてあるの。だから私に任せて。そうだな。ねえ、私からこんなこと言うのも変だけど、キリュウさんは同伴誘われて嫌な気しないの？え？だって普通キャバ嬢から誘われたら、あ、財布代わりにしようとしてるなとか思ったりするんじゃない？いや。そうなんだ、ごめんね、変なこと聞いて。やっぱり桐生さんが相手だと安心するな。うん、何頼みます？頼む。はーい。最近ね、何か習い事始めようかなって思ってるの。ん？他のそのなるほど。それが悩んでるんだよね。いざどうだ。けそう。妹がね、整形するって言い出してさ。おいおい、やだ。え？もっと、あんたからもやめるように言いなさいって。私まで巻き込む。そうだな。あ、うん、え？いや、いや、ありがとうございます。キリュウさん。
せて。さっさと消えろ。会いたかったよ。ねえ、うん、いらっしゃいませ。力みすぎだぜ。あれ？どうした？力みすぎだぜ。よかった。負けてられねえな。
どうした？じゃねえか。それ。おお。力みすぎだぜ。いらっしゃいませ。あは。何か飲みます？はい、こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。そうなんだけど、年々さん、ねえねえ、キリュウさんは同窓会に参加しない人ってどう思う？さ、なるほど。なん、それに、さ。それが前に私がそれが一番迷惑なんだけどおだってちょっと待て。最近今ないでもそうだな。だから踏み切れないのよ。どうしたらいいかな。そういや、ありがとうございます。キリュウさん。
Thank you.
フフ。